敦賀市が主催する戦没者・戦災死没者の追悼式が15日プラザ万象で行われ、参列者たちが平和への思いを新たにしました。敦賀市の追悼式では、日清戦争から太平洋戦争にかけて命を落とした敦賀市出身の戦没者1764人と、昭和20年の敦賀空襲で犠牲となった戦災死没者225人の合わせて1989人を追悼しています。また今年は新型コロナ感染拡大前の通常規模での開催となり、4年ぶりに一般市民が参加しました。式典では黙祷を捧げた後、米沢市長が式辞を述べました。私たちが今日当たり前のように享受している平和や繁栄は、戦争で亡くなられた多くの方々の尊い犠牲とご遺族の皆様方の苦心の上に成り立っていることを忘れてはなりません。改めて戦争の悲惨さと平和の尊さを深く心に刻み、次の世代に継承していくことは私たちに課せられた重要な責務であります。その責務を果たすとともに、皆様方が懸命に築かれてきた敦賀の新しいステージを実現し、次世代を担う子どもたちに受け継がれるように最大限の努力を積み重ねてまいりますことを、諸礼の面前に抜かずに固くお誓い申し上げる次第でございます。そして戦没者の遺族など参列者全員が献花し、冥福を祈りました。敦賀市の遺族は6月23日現在で860人です。戦争を知らない世代が増え、戦争の記憶の風化が懸念されています。市内では敦賀市遺族連合会、敦賀市遺族次世代の会によって後継者の育成と平和の尊さを伝える活動を行っています。式では最後に敦賀市遺族連合会の反橋巌会長が謝辞を述べました。本日の式典を契機として次世代の会の皆さんと共に協力し、英霊の検証に励み、戦争の悲惨さと平和の尊さを語り継ぐとともに、ふるさと敦賀の繁栄に微力ながら努力いたすことを固くお誓いを申し上げます。